はい、皆さんこんにちは、阿部の生命です。今ね、こちら届いたばっかりなんですけど、黒と青、これを交換しますね。どうでしょうね、ここのところがね、ストップメンテナンスボタンなんだそうです。赤く点滅してますよね。あ、開けなくちゃね。よっ、見えますか？大丈夫ですか？一応点滅してるのも見えた方がいいかな。こんな感じにすればね、見えるかもしれない。そしてこれを見ながらやるんですけど、ストップメンテナンスボタン、6秒以上押します。ここのところにね、ブラックっていうところにこれ三角がついてるんですけど、交換が必要ですよってことですね。なるほど。これね、安いんですよ。リサイクル品なんだそうです。すごいよね。インク残量もね、表示しますからね。じゃあブラックが交換が必要だっていうのが分かりましたからね、もう一回ボタンを押します。そうするとね、交換するところにね、やってくる。あ、よく振ります。ここでね、4、5回ね、4、5回。そして黄色いフィルムのみ剥がします。見えてますか？よっ、なんかほこりがついてる。ほこり。そして、あの、このキャップも外すですよね、きっと。腹立たないですかね。とりあえずつまみ出します。黒よいしょ、空っぽ、軽い。これは取らなきゃダメだ。どっかに書いてありますよね。キャップを取ってください。なるほど。これキャップ、これ純正品にはついてないですね。じゃあこれ入れますよ。カチッ。よし。それで、他のやつもあるんですからね。で、ブルー。これもですね、取れたんです。空っぽ。よくこんなに空にできるね。ブルーも同じですね。あ、これ行かなきゃ。ただでさえ具体的にだ。どっから来るんだ。あ、ここから。困ったら電話。困りたくないよね。よいしょ。じゃこれキャップ、よいしょ、これも入れますよ。カチッ、できました。
けないユニットを閉じます。はい、そしてストップメンテナンスボタンを押します。これね、約1分半押すんだね。あ、1分半押さない、普通に押せばいいんです。それ1分半この点灯がですね、点滅がですね、点灯に変わるんですね。1分半かかりますよっていうことですね。今から1分半。うん。あ、点灯に変わった。1分半もかかんなかったね。で、点滅も消えてますよね。よかったね。じゃあちょっとテストしてみようか。いた。ああ時間かかったね。黒と青に注目ね。あれ青と赤、黒が出てない。これはいけないぞ。黒。ああダメだね、これがここが黒なんですよ。ダメだね、使えないね。こういうことだね。はい、皆さん、はい、情報です。まあ、何回かやってるうちね、これできましたね。これね、ノズルの詰まりです。ちょっと黒インクがない状態で、まあ、ちょっとしばらく使った時があって、で久々にこれまあ交換しようってことになって、まあ、インクが届いたんで。そうなんだね、このノズルチェックとヘッドクリーニング、このヘッドクリーニングっていうのやりました。今ね、よかったね。もうこのプリンターもダメなのかなと思ったけど、まあちゃんとノズルさえ詰まってなければ綺麗に印刷できます。じゃあおしまいです。よかったね。買わずに済んだね。でもね、インクはかなり減りました。またすぐ買うようです。ああ。